不定積分の計算はこの公式を使って計算しますここでは詳しく不定積分の計算手順を見ていきましょう例えばこのような3つの関数を積分する場合不定積分はまず記号でこのように表した上で公式を使ってこんな風に計算しますよろしいでしょうかはいではこのような関数の場合はどうでしょうこの場合どんな風に計算すればよいのか うん、ちょっっと複雑になっていますね。実はこんな関数でも先ほどの公式を当てはめれば OK です実際にちょっとやってみたいと思いますまず、えー、積分の計算ですよということを示すためにインテグラルとで y を挟みます次に左辺ですがあ失礼右辺ですがこれは微分の時と同じように1つずつ別々の、えー、計算 をすることができますこのことをまとめた公式がこちら。微分の時と同様に別々に計算を行ってよいということが示されています。でもこのままだとまだ積分の公式が使いづらいので、はい、係数を外に出しましょう。係数を外に出せるという計算ルールも微分のときと同じこのことを数学的に表した公式がこちらです。さあいよいよ積分の計算です。 このオレンジの部分にこの積分の公式を適用して不定積分を導きますするとこのようにそれぞれ出てきますねそして括弧をつけてイコールで結びます続いて括弧を外しましょうはいここで c がついた定数項これはまとめることができそうですね まとめて 7c としてしまいましょうさあここでよく考えてくださいこの 7c って一体何を意味してるんでしょうか c というのは値が定かではない定数のことですから c を7倍したところで数字が決まるわけではありませんなのでこれは結局定かではない定数 c とまとめることができます最後に分数の部分を整理すれば計算は終了 これで不定積分が求まりまりした。いかがでしたか一連の計算手順が頭の中に入ったでしょうか念のため練習問題を3つほどやって手順を再度確認しましょうはいそれでは一番上の問題からまず一つずつ積分に分解しますえ続いて係数を前に出しますそして、 1一つずつ積分公式を当てはめてこのように原子関数を取り出していきますこの最後の部分はインテグラルと Dx に1が挟まれていると考えます1というのは x0 乗のことでもありますからこれはこのように展開できるんですね最後に積分定数の c を加えますあとは分数を整理するだけです はい、よろしいですねでは次の問題に行きましょう x 3の事情これはこのままでは積分がやりにくいので一度展開しますあとは先ほどと同様の手順で進めますまず別々に分解係数を前に出しますそして原子関数を一つずつ取り出していきます最後に積分定数を加えます そして分数を整理します。はい、よろしいでしょうか。最後の問題です。えー、これは x ではなく t の関数になっていますね。こういう場合は、インテグラルと dt で挟んでください。x ではなく t について積分しますよということを意味しています。もしここが dx となっていると、数学的には ng。 積分計算ができませんこの点だけ注意すればあとは同じことです。別々に分解係数を前に出す原子関数をそれぞれ取り出してそして C を加えます。そして分数をまとめましょう。 ちなみに慣れてくれば途中の計算手順これはカットして一発で答えを求めてしまっても問題はありません。最後に不定積分の計算ルールーをままとめておきます。初めての人は若干わかりにくいかもしれませんが今見てきた計算手順を数学の言葉で表現するとこうなります。この3つのつルルールを頭に入れておけば、OK、です。